展開早えなと思いながら、展開早かった。ボスをバッタバッタ。ワン急コに井戸の仲間たちが急、あの、助けてくれて、ン。どうしたっ急に出した。こいつやりたかった、よし、行くぞ。ずっと。だモンハンと、なんか、同じ、なんか、着替えで、やれば別に、ストーリーそんなに、ストーリーそんなに、みたいな。確かに。本番はね、どちらかというとストーリーっていうよりかね。そう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 。だからなんかそんな気持ちでやってたわ。なるほどね。そうそう、だからなんかストーリーはもうチュートリアルみたいな。はい、その先から本番みたいな。クラウクライスを、いや、ジャストガードちょっと簡単かもしれない。今まで食わず嫌いしてたけど、食わず嫌いしてたけど、うん、攻略は。いっとう、結構クラブね。前回か、アイテムという名の前回。アイテムじゃアビリティなんですよ。アビリティで持ってんの。アビリティで全回復、ほぼ全回復。最高じゃないですか。まあちょっと小物がいるぞ。もう処理しよう。星なんかやばそうな。FF14 縄跳び、縄跳びゲー。違う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 。無理はするな。助かったよ。いや、ちょっとめんどくさっぽいですね。無視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 。ザコは置いてあ、ちょっと狙われてます。ザコにザコと戦ってたらなんか火炎弾が飛んできたんだけど、直撃してた今。ちょっと無理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 。こいつを、ま、無視できない。いや、これぐらいでも難しい方が楽しいわ。楽しい。まあまあまあ、確かに。大丈夫さ、心配無用だ。お、いいね。イオがね、頑張ってくれればね、バイバンそんなに。なるめのフェイトエピソードでこれ一人で戦ってたから。やば。そんなに HP 高くなかったけどね、ドラゴン自体は。うん、でも同じギミックだな。なるほど。いや、マキやべえな。結構強いっしょ。おすすめですよ。だからもう基本 NPC だしのイオとかは、あのクイックアビリティガン詰めていい気がする。確かに。いいから打つわ。確かに。お宅はいいから攻撃を放つ。攻撃すればオーバードライブ減るから。黙らせる、こいつは。アサリナあれなんで、あのゲージによって起用具ちゃんと名前が変わるから多いから名前が変わるから。あ、そうなんだ。そうそうそう。じゃあタセヤが使用してくれた方がいいの？いや、なんかね、あのどっちにしろ最後の方に放ってもゲージもたまるから。うん、いけ。リンクタイムだけで 10% ぐらい減った。もう凍らした。すごい。まあ、今のはね、タイミング神だったよ。すごい。アンスロット先生結構使えますね。すごい。メラゾーンも気をつけて。怖っ。結構弾速のスピードが速い。めっちゃ速い。無敵です。ありがとう。
私たちならさらに高みを目指せるはず。あとは任せてもらおう。ピリピリしてる。今容赦はしない。いいコンビネーションだ。次に備えるわ。いや、メラゾーマ、メラゾーマ連弾。あかん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 。ちょっと一緒の方向に。ワイバーも死ねえよ、一緒に。一緒の方向に逃げるやつ。もらった。なんか食らったんですけど、メラゾーマ。こういう時に食らうんだよな。知らない間に。ワイバーンと遊んでる時に。知らない間に。許せない。でも。これは食らっちゃいけない攻撃だよ、一番。もう奥義溜まったんだけど。はい。あ、外した。リンクタイム待つか。意外となんか溜まり早かったんだよな。いや、まだ出しちゃダメでしょ。さすがに。カタリナ溜まってない。いや、多分3人出せばその回で溜まると思う。同感だ。本当に？いつか手合わせをお願いしたいものだ。確実で行きたいんだよ。確実に。リンクやるとあれだな、溜まるから。リンクアタック。でリンクタイムになるか、こいつが先に死ぬか、どっちか。あとリンクアタック1回やれば。あ、やばい、死んだ。おっ、ああ相手も使った、あいつ。なんか貫かれた今。大丈夫ですか。貫かれたわ。リンクアタック誰かやってくれ。こいつ死ぬんじゃないか。おお。敵になろう。あぶねえ。あぶねえ。これいけんじゃねえか、奥義出したら。奥義出したらいけると思うよ。これがやりたかった。いや、リンクタイム中にやりたかった。なるほど。11万ぐらい食らってたから。これも続こう。すごい、あ、でも分からんわ。そもそもリンクタイム外でやった時どれぐらいダメージだったか覚えてないから。確かに。9万7000が高いのか低いのか分かんない。おお、なんか4つ出た。結構時間かかったな。さて、役に立ちそうだ。かなりの一品だな。攻撃4。これほど悪くはないな。竜鱗欲しいんですけど。竜鱗かける2が出たぞ。なんでやねん。ここでもあれかな。モンハンでいう宝玉よ。宝玉だし。欲しいぐらい。欲しいレベル宝玉なんですけど。火力出したね。出したね。これで S だよ。これで S か。7分ぐらい戦ってるから。あ、で4分ぐらいだったら SS プラスプラスか、うん、そうだね。まあいいや、1個手に入った。ああ、自分もサブミッション報酬で出たわ。いいね。一緒なのかな、ドロップアイテム。最後の宝箱のやつ。なるほどね。
ストーリーも進むんじゃない？ちょっと。確かに。ねえねえ、お仕事は？ああ、大体はな。やったー！じゃあまた剣術教えてよ。教会前で待ってるから。少しだけだぞ。ストーリー進んでる？そっちでも。進んでる。ああ、いいね、じゃあ。オンラインで。ね。子供の遊び相手もローランの仕事の一つだったらしい。俺は剣を教えるくらいしかできない。いや、グランのこの選択肢、毎回笑っちゃうんだよな。それでいいと思う。すげえテンション高いんだもん。確かに。意外と。士気も順調に集まってきましたし、この調子で頑張りましょう。ああ、だいぶ丸くなった。津田さん。うん。かなり古い。おペディハイでは新しいクエストが。これでもっと難しい依頼も受けられるな。俺にできることならば何でもやろう。おお、あと3つですよ。